ガチャガチャすんなよ。くせ者か。待て、姫御瀬は今お祈り中だ。鈴を鳴らして邪魔をするわけにはいかんぞ。引き示しなせ、卑弥呼様。この国の先を見せてください。どうやら先見の巫女は奥にこもっているようですな。様はリンリンとおっしゃられています。あれ、姫御瀬が鈴の音に気を取られてしまう。祈祷の邪魔じゃ。姫御瀬の邪魔をさせるものか。ダンスの今をお伝えする突撃アナ娘の戦場聞き込み。さあ今日もアシカルさんたちの日常に迫りたいと思います。この軍に入ることを決めた理由は何ですか。そうね、平日に休めるところかな。相手の大将が強すぎると思いませんか。相手が強いとか弱いとかそんなの関係あるのか。足軽の美学ってやつにさ、背負った哀愁の数だけ人ってのは大人になるんだぜ。お前に隠していたことは実は無敵。ダメ人間って入ってみな。ほら、かけた。その自信に満ちた筆さばき忘れんなよ。無敵すぎて後継者が見当たらない。なんたる悲劇。この息を流れは向こうになるか。越後の米を食べないと俺は無敵を維持できない。まあ、失敗の一度や二度や三度や四度、自分たちのここを見てほしいと思うところは。大将を映す時の技かな。正面から寄ったり、あとたまにわざと揺らしたりするといい絵になるよね。たとえ忘れ去られよう、事実として俺は主人公。お前ごときに開ける窓はねえ。そうワビスケが言ってたぜ。なるほど、卑弥呼様、各地で戦乱の目を詰めばいいのですね。少々騒がしくなるかもしれぬが、心を乱すな、姫。大盤振る舞いだ。この戦では足軽としてどんなお仕事を。大将の、卑弥呼様のお告げで前になくしたかんざしが出てきました。言うでござろう。人生は山あり谷あり谷底ありと。今までの俺は無口すぎた。普段からもっと喋らせろ。敵軍も去るものだが、それはさておき俺は無敵。足軽に必要な技術才能を挙げるとすれば、一番はこれを仕事だって思わないことだろうね。趣味でやって、そう思えば失敗しても気にならないさ。無敵という言葉の真の意味を教えてやる。誰一人として敵ではないこと、平和な世だ。いや、世の中そんなもんでござる。やっと世間を知った。それで良いではないですか。俺に絵が描けりゃあの戦いぶりを世に残してや。妥協はしないと認めよう。良い回答だ。俺だけは知ってるぜ大将。あの冷たい雨の日、捨て猫を拾って帰ったあんたの優しさをさ。この戦では足軽としてどんなお仕事を。ほら門がバーンって開くでしょ。あれ俺、せーのでバーン、開門だ。おい押すなよ、押すなってば。最高だぜ。今の軍で不満に思っていることは。人形合体、残業してまで練習したくないっつうか。
間もなくです。ご神託がもうそこに。気を引く。さらなる速さで追い詰める。承知つかまった。卑弥呼様、私この国の女王になるのですか。すみません、お休みの日は何を。俺はもっぱらへっぴり腰の練習に費やすね。足軽感ってのはこういうところで差が出るんだよ。一日大将になれるなら何をしますか。天下統一とか。密かについてる先例で外の国では無敵な応援。天魔大王とも友達。それがこの俺、なおえ兼継ぐ。俺とお前の腐敗伝説はまだ始まったばかりだ。なんだなんだい、あんたらしくもねえじゃねえか。猪本のみならず外国でも俺は無敵と呼ばれたい。強く。どうしてそんなに戦いのバカ。俺の心が覗かれて、そんなことやこんなことが白日のもとに。憂いを帯びたその顔もまたよし。やったんでも。知り合いの子に教えを壊れる俺こそ至高の無敵。助かります。我らの未来は我らが選ぶ。あまたの戦場を切り開く。それが最下の生き様だ。最下様、我らも援護を。いいだろう、今が機だ。そのよだれも鼻水も大将が必死で戦った何よりの証。あ、いや、ちょっとあんまり近づかないでもらえます。お前は何段ほどで倒れる。刃こぼれぐらいはさせてから倒れねえとな。乗り込んでくるだけはあるか。認めよう。大盤振る舞いだ。いつか僕らの護衛も引き受けてはいただけませんか。金子ではなく茶器ならば。お前は我らと共に生きるものではない。そういうこと。認めよう。お前の力は我らと互角。それ以上だ。大盤振る舞いだ。何を驚く。我らに備えはないと侮っている。四代目よ、我らはお前と共に。大将、あんたの明日は輝いてるで。え、明日？明日ってのは今さ。あれを成したのはサビスケ殿だったか。それとも自分たちのここを見てほしいと思うところは。いかにも足軽って感じの走り方。あのドタバタ具合で。それは3年かかったかな。あるよな、戦が嫌な時ってのも。なら言うのさ。あ、風邪ひいたかも。大盤振る舞いだ。何度鳴らしても姫御前の心は揺れないぞ。孫一姉様みたいに私を大きくしてください。母法結界発動。なんちゃって美しいだろ。あなたが
これは無理だろうと思った人形合体は、あの竹馬みたいなやつかな。まあできるけどさ、ちょっと恥ずかしいでしょ。あれ、あなたの帰りを家で待つご家族へ一言。母ちゃん、お空のどっかで聞いてくれてるかな。俺こんなに立派になったんだぜ。これが乱世なんですね。この軍に入ることを決めた理由は何ですか。俺を雇ってくれた。足軽に必要な技術、才能を上げるとすれば、僕が心がけてるのは攻撃された時に遠くまで吹っ飛ぶ思い切りの良さです。上田の将はいいところだ。無敵の言葉に嘘はない。一番隊の座は俺のものだ。なぜなら俺が無敵だから。心細く思うことは決して恥ではござらぬよ。愛禅明王、お前は一体何を言っているんだ。作戦名、俺に任せろ。援護がなくとも俺は無敵。この書状の中身が気になる。無敵語で書いてあるから読めるのは俺だけだ。諦めろ。仲間がいる、敵がいる、そんなでっかい無敵が欲しい。俺たちなんざただの小物だろう。見逃してくれよ。茶も戦も変わらねえさ。それが分からねえうちは素人だぜ。の今日の動きを見てどうですか。俺が見てきた中で今日の戦が一番調子いいね。千人斬りじゃ止まらないんじゃないかな。こう焦って突出するな。こう言ってはなんじゃが、姫子とやらはうさんくさいの。姫御瀬が幸せであればそれでいいのですよ。命が惜しくば引け、我ら容赦はせぬぞ。あいつ、
時間ですね。相手の大将が強すぎると思いませんか？それでも向かってくのが足軽さだろ。ランスの今こそこの手で武功を立てねば。正義のもとに悪の政府だ。入門地正義のもとに悪の政府政府ご神託がありました。あなたは嵐を呼ぶ雲であると。だからバババババーッと振り払っちゃいますよ。あなたも卑弥呼様のお声を聞きたいんですか？全てを見ること、辛く悲しくはありませんか？いえ、何でもありません。散々見てきたぜ。そんな目をするクソ野郎をな。大盤振る舞いだ。あなたも卑弥呼様を信じてくれないのですか？もう疲れちゃいました。発言するか。あんまりいじめると占ってあげませんから。誰が期待なんざしてねえ。寂しい。お前だってそうだろ。ついに決着です。今日も激しい戦でしたね。それではまた次の戦でお会いしましょう。僕はどこまでさまようんだろう。俺はいつまでさまよえんだかな。お前は利休。よかった、やっぱり利休なんだな。あなたは家康様。妙な歌声が聞こえます。あなたは家康様。なぜここに？